みなさんこんにちは。知の種の認知症予防動画です。今回は文字の並べ替え脳トレです。文字がバラバラに並んでいますので、並べ替えて正しい単語を完成させてください。問題は全部で6問あります。1、2問目は5文字で20秒、3、4問目は6文字で25秒、5、6問目は7文字で30秒の回答時間になります。だんだんと文字数が増え、レベルアップしていきますよ。しっかり脳を動かし、全問正解を目指して挑戦してくださいね。それでは早速始めましょう。1問目です。何という単語になるでしょうか。答え合わせです。ひとりじめ。正解は独り占めでした。どうですか？このように文字を並べ替えてくださいね。2問目です。次も5文字です。何という単語になるでしょうか。答え合わせです。みせいねん。正解は未成年でした。わかりましたか？さあ頭を柔らかくして次に行きましょう。3問目です。6文字になりますよ。制限時間は25秒です。何という単語になるでしょうか。答え合わせです。くやしなみだ。正解は悔し涙でした。まだまだ簡単ですか？4問目です。次も6文字ですよ。何という単語になるでしょうか。
答え合わせです。まんげきようう。正解は万華鏡でした。小文字が入ると難しくなりますね。5問目です。さあ7文字になりレベルアップです。制限時間は30秒です。何という単語になるでしょうか。答え合わせです。に、さ、ん、か、た、ん、そ。正解は二酸化炭素でした。それでは最後の問題に行きましょう。次も7文字ですよ。何という単語になるでしょうか。答え合わせです。うらしまたろう。正解は浦島太郎でした。文字数が多いと難易度も上がりましたね。以上で問題は終了です。いかがでしたか。この動画で使用した文字の並べ替えノートレは知の種のホームページで無料プリントとして配布していますので、そちらもチェックしてくださいね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。